チャです。アスマートクラブ、ちょっとクレープデジャブ。コナッチでーす。ということでね、なんと我々も女性 YouTuber コラボです。やっと女性に会えた。嬉しいね。ということで今日はサーチさんの方でグルメトラースの、はい、ついさっきまでやってきて素晴らしい先生だったんでよかったらね、今絶対 URL 使いますよ。これからそれ見てこれ見てください。で、僕たちのチャンネルで何が溢れてるか。今僕らお腹いっぱいです。それはお腹いっぱいですよ。満腹。でも、ここで、届かしてます。ということで、さなつさんは、まあ、結構食べてます。割と。割と。まあ、結構食べれる人なんで、今日は、このお店、キムポー、看板商品みたいなものがあるんですよ。あなたと思いますか？さっきパフェっつったやつ。あ、いたっけ。巨大なコンクラのパフェがここに売ってるんですよ。それ6人ぐらい、8人前ぐらいの量で、今回は僕らのお腹いっぱいなんですけど、サナさんはまだ食べれるということで、4対1という、ね、情けない勝負をしたと思います。男4人がかりで、それでもないって。男の端っていや、本当恥ずかしいですけど、まぁちょっとね、勝ちたい。勝ちたい。勝ちたい。まぁ、ということで、まあ、早速巨大スイーツパフェを頼んで勝負していきたいと思います。それではいきます。お待たせしました。コピー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 コピそれでは、ということで早速届いた、ね、この巨大パフェをビッグサイズ食べていきたいと思います。じゃあこれはカット。それではいただきます。いただきます。カット。いやー、もういいよ、どんどん食う。どうやって食う？いただきます。じゃあいただきます。病気が出てくる。うわ、絶対後からきつくなるやつじゃん。オッケー、俺じゃねえか。生クリーム、うまっ。うまっ。美味しいんだよ、ワインが。コーリーハンとさ、上ハン。俺、コーリーハンと上ハン。じゃあ、俺、コーリーハン。一緒にアイス溶かしておこうかな、みたいな。氷だけって本当に苦手だから。相手の技を全部バケかね。いや、わかんない。これがいいのか悪いのかわからない。いや、このペースでいいかわかんない。あ、ずっと喋ってますよ。ずっと喋ってて、適度に食べて。俺ら4人いるのに喋らない。なんかでも、もったいない。もったいない。あ、なんかすごい。全然差が開いてますね、これは。長い。やばいやばいやばい。結構映画ね。映画ね。わー。じゃあまずこれ一人で食う。ジュース。エビチーズ。しかも意外と氷多い。多い。下の上でも。頭痛いな。氷つらっ。氷がつらい。お腹酔い。全然大丈夫。まだ美味しいですか？普通に美味しいですよ。美味しくないですか？美味しいですよ、これは。確実なディスリア。本当に寒いよ。編集するとき私めっちゃもう震えてるから、常に。こんな感じで。さあ、多いよ、皆さん。もうね、かなりがそういうものじゃない。許して、許して。
匂いがやばい。タイトルコなんで俺も一緒に。あの状況でタグが早いと誘う理由が分かってる。あいつがああいう時から大体ドッキリ。やばい、意外と雪みたいになってる。オーケー。お互いに疑ってよ。いたね。最後いただきます。お最後の一口。はい、はい、ごちそうさまです。でもあれだよね、普通に俺ら勝てよ。なんで風を聞いて走る。